おはようございます、皆さん。おはようございます、皆さん、ミカです。お願いします。急に、はい、毛が口についてふわふわっと飛んできた毛が口についてる栃木のビッグマッチさん、はい、3日間、はい、3連戦収録ということで、はい、やっております。今日が最終日になります。ええ、なんかわけわかんない、適当に考えて満杯出そうみたいな。あ、俺が考えたですね3日間で満杯出しでも出してみましょうかみたいな、はい、もうね3日目でマイナス1800枚ぐらいですね、まあまあなんですよ、だから1万2000枚ぐらい出さないと勝てないんです。そうですね、目標達成できないですけど、満杯どころかプラスも危ういという状況なんですけれども、だから諦めましょうかどうしましょうね。なんかもうその毎回違う店舗さんなんて全然わかんないんですよ、何が熱いとか。ああ、そうですね、店舗によって傾向がちょっと違うのかな。昨日も結局なんか花々の最後4ポイ台にたどり着きましたけど、まあそうですね、このワンちゃんのチンチンがすっごいプラプラ、お腹のはみ出してまで出てたよ、一物がいいですかやっぱ朝からいいもん見させていただきました何を打つかはまだ決めかねてるというか、決め打ちしちゃっていいのか分かんないですね。その前の人が何を取るのかとか、ね、してそれを見て決めようかな。なるほど、殿下の方と前の人が何を打つか、前の人たち人たちがいるか分かんないですけど、自分がもし一番とかだったらもうおしまいなんですけど、まあ走らないようにね、走らないように、めちゃめちゃ急いでるっぽい人たちを見て、そこに行きますわ、はい、ちゃんとソーシャルディスタンス取りながら後ろの人についてください、はい、わかりました。はい、じゃあ抽選行ってみましょう。はい、さて皆さん、なんと、はい、最後尾でしたね。はいあと気になってたんだけど、この襟足のとこに、何？襟足にこれ赤くなってんだよ、キスマーク。いや、なわけないですよこんなとこにキスする人います？カツナリ、カツナリのキスマーク気持ち悪いお願いします。お願いします。最後なんでゆっくり行けますよ、後ろの人気にしなくて済む。じゃあ打ったことない歌い打ちますわ。なんか音楽窓巻きだし、この辺で一緒に打ちます。はい、どうします？はい、というわけで、はい、ちょっと初打ちですよ、初打ちの、はい、でもなんかすごい稼働がいいんですよ、昨日も一昨日もそうでしたし、なんで、まあ、人が集まってる中で空いてる台ということで選びました。はい、はい、劇場版魔法少女マドカマイカ前編始まりの物語、後編永遠の物語ですね。はい、はい、とりあえず楽しめればいいなと。はい、もう満杯目指してないよね、この時点で。いやいや、目指す、いけます、いけます、満杯。まあまあまあ、昨日とというのね、あんなことになってるので、高校級生ちょっと投資を控えめにここで出したいですね。はい、しますね、じゃあ、はい、入るか入らないか、それと同じ番だけど絶望が待ち散らされる、ゲーム数からの取るって感じですかね。だから一緒ってことね、初代と。どんな確率で死ぬんでしょうかね。見せてあげようか、共に歩んできた決勝。これはただの延長でした、延長戦でした。はい、234。あ、熱い。魔法少女になり、そして最悪の魔女になる。今、正しい感じ。行くわよ、はい。さすがに当たるでしょ、キューベの赤文字。出て。発展異常に早かった。244ゲームで、ゲーム数で、当たりました。7000円です。まあまあ使いました。はい、というわけで
手前スタートで順当 2.5 倍でしたかね。あれ9名が通ってリプレイとチャンス役がなんか熱いというかリプレイがなんかレア役の代わりになった。間に引かないですね。 AT なんてなかなかリプレイ引けないですよ。さっきの最初にこのリプレイが熱いみたいなやつあったじゃん、ね、あれってまた入ったりする。あの外れの時に転倒の状況するこれか。あ、ベルですね。あ、ベル一番熱い。また外れ引きましたよ。これはでいい。マギがアタック。はい、はい、特化ゾーン。1ゲーム目にソウルズジェムシステムが強制発動して2ゲーム目に成立役に応じて報酬を抽選消化してみます。必殺されたんだよ。ゲルでした。これ終了ということですか。なかなかですね、これは強烈的なやつ。フラッシュしてたすごいですよ。フラッシュしてたんですよ。でこれでどんだけ乗るか。アイスアタックかだけ。だからいや強めのやつやな。さすがにマイクアタックレベルがあるんだな。ナビ出てないよ。怪しい。おお。ベルは引けるよさすがに。え、ナビない。いや分かんない分かんない。嘘でしょ。これ引いて、20倍請求薬するのに引いて、これはダメでしょ、いくらなんでも。だよ。この次の画面でいうのか、手枯れが出てきてる。151枚ですよ。油断は禁物だよ。同じこと言ってる。出るビジョンが見えない。出るビジョンが見えない。これで負けなさ、番長で負けた方が納得できるかな。何も伝わらなくて、なんかヤバそうな気がするんだけど。スラ400のゾーンってことね、これね、起きてるけど。あーマジで当たってくれ、もう辛いよ。こんな台の天井とか耐えられないよ。よかった。1万5000円。マジで100枚で終わったらもうすぐやめますよ。100枚で終わったらやめます。マジでやめます。うわ駆け抜け。ナビないからじゃん。ナビないじゃん。ああ。お盆になりました。やめます。やめさせていただきます。すみません。ごめんなさい。耐えられません。さあ、窓バギーをやめて
ひなさんが向かう先は最後なんで勝たせてほしいんで、ガロ行きたいです。ガロ打っちゃっていいですか。1台だけ空いてるんで。はい、あるっすね。え、これどういうこと。ゼロってことだね。1回も回してないってことだよ、うん。じゃあ念願のガロ来ましたよ。念願のガロ、ずっと打ちたいって3日間言ってたじゃないですか。言ってましたね。やっと打てますよ、はい、ありがとうございます。さあ今サウナ出たみたいな感じでしょ、うん、水風呂でしょこれが。その例えがピンとこない。ピンとこなかったね今ね。すいませんちっちゃい声ですいません。調子悪いって。ちっちゃい声で3日間2人とも調子悪いんで。33%。頼む当たってくれ。最近すかりまくってんだよな。通常とガロー券熱いの出ろ。あ、3段階まで、あれ1段階ということですね。7点してくれ。あー白かー、やばそう。赤のが欲しいですね。あとここは全部寒いんですよだと思ってたよ。当たる気配今のところないっす。ただ SP 行くだけか。はい、顔面。
番目、はい、ないないですないです。あ、あった、あー BFOG 当たります。本日暑いですか。当たります、間違いなく。まさにこれ外したくねえな。最後のこれです。先にこのボタンを押してブルったら確定の。あ、ブルってる、やめたー。ブルったの、何言ってんの、どうせだ、ここ押して押さえてる、少しでブルったら、はい、ありますお願いします。ここ白い数字、何回転、130回転、はい、もういらないんだよ、通常は357357。お願いします、本当に3日間分返してください。3日間分の返してください、お金返してください。これ7に変わる時あるんだけどな。そうですね。さあ、深くはまた面白いな、お前何だってんだろう。でも面白い、面白いな、お前。そう、はい、VFX みたいなやつ、演奏名前が分かんないけど、はい、プロ列車チャレンジ。上位版だと暑いですよね。だいたいね、人形止まりなんですよ。わぁ、ブルッとー、クソダ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 、絆。いや、ある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 よ、もう。あ、私初めてか。早い、13回転絆だーって当選頑張れ、あ、赤赤ある。よし、これ当たったぞ、これはいただいた。ブレストって発動し、あれあれあれ当たったと思ってれば私、いや、これからのじゃないの、と見せかけて、見せかけて、まあ、図柄が動き続ければ、あーあやらかしましたね。まあ、顔面出てないお、保留昇格しますね。まあまあ足りてはいなかったような気もしないでもなかった。必ず戻る、じゃないよね。え、2万6000だよね。2万6000だったの。はい。はい、入れてますね。わあ、金じゃない。ああ、本当お願い。2万6000で昨日まで3万8000だったのに。ある。おお、この煽りあるんだ。このまま7が止まる煽り。やっ。ああ、3個目の勝利いただきました。ね、いきなり7で止まるみたいなのなんだね。やったー、よし、よし、神回を一回見ましょう。そうですね。さあ、ミカちゃんいっぱい出してください。ミカちゃん、マカちゃんでいっぱい出してください。あ、なんだその親父役。
か嫌な予感がするな。全部違いますね。ちょっと嫌だな、やめてよ。ガチャーン、エンブレム、よし。あー怖っ。さあ単発回避の2年目、2回目。はい、私は痛い。赤いチャンス。ガチャンってしろよ、ガチャンって。ここでガチャン、よし。あー3回目大丈夫です。またガチャンですよ。誰とも叩かないで毎回ガチャンですよ。よし、おーほー、今日も貸してくれるわ毎回。さあ、
な、これ今日もクソ負けっすか。今日は一番負けてるな、じゃあ。はい、というわけで、はい、ちょっともう、あ、509ですけど、はい、509ハマり期待値はまだあんまなさそうだったので、もうこのまま打つとね、打ち切んなきゃいけなかったんで、はい、申し訳ないですけど、終了ですね。じゃあもう3連戦、これ終了ということで、はい、エンディング諦めます。はい、行きましょう。はい、終了でございます。はい、3連戦終了でございます。3連敗、パチパチパチってくそーくそじゃあ、本日の終始お願いします。今6戦負け終了、回収ゼロですね。はい、はい、後ろでおさんが大声で始めましたけど、まあ、これが上から見なせっぽいですね。そうですね、それでもあのやってるところが上から見なせっぽいです。ああ、そうですね。はい、というわけで、通算がどれくらいだ、はい、6万ぐらいじゃないですか。6、1800枚だったから6万超えてますわ、多分負けが。そう、ちょうどそう、6万付近ですね。おい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 、何が良くなかったんですかね。磁場じゃないですか。いろんな番組で言ってるんで大丈夫です。すぐ磁場って言いますよね。多分栃木県がミラセビカを受け入れてない感じがしましたね。ああ、そうなんですね。埼玉県しか受け、あと神奈川県しか受け入れてくれないんで、3連戦終わりましたけれども、なんか思い出作りたかったんですけど、なんもないですね。まあ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 、まあ餃子食ったぐらいですかね。餃子食ったぐらいですかね。そうですね、なんかだって上から見なせって基本結構勝ってんじゃん私。ああ、確かに勝ってますね。こんな3連敗したのって何年ぶりぐらいの。あ、確かにそうかも。結構勢いじゃない、ずっと基本勝ってんじゃん。たまに負けるけど、あ、確かに勝ちの方が圧倒的に今年とか多いし。確かに、やっぱ磁場でしょ。そしたら磁場なんだ、うん、ああ、タクシー来ちゃった来ちゃった、もう帰んなきゃ。来ちゃいましたね、タクシー来ちゃったよ。あ、わかりました。じゃあタクシー来ちゃいましたので、すごいですよね、俺はタクシーを呼ぶんですエンディングをやるっていう斬新なスタイルのすいません、やばい、気づいてない。私ですって、私ですって、ちょっと手振って。新しいな。まあね、待たせても申し訳ないので。そうですね、まあ、次回からは、まあ、いつも通り関東地方からかでね、はい、はい、そうですね、やりますかね、はい、何をやるか分かんないですけど、まあ、ちょっとおじさんごめん、あ、おじさんごめん、行くからもう、はい、閉めましょう。はい、はい、さよなら。はい、じゃあタクシー乗って帰ってください。帰ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。